SPC を着用したアメリカ海兵隊に SPC とはアメリカ海兵隊で採用されていたプレートキャリアの名称 MTV と併用するために開発され2008年から配備が開始されたアメリカ海兵隊ではアメリカ同時多発テロ事件以降のアフガニスタン戦争やイラク戦争のような対テロ戦争の戦訓からインターセプターボディアーマーよりも防御力の高い MTV と呼ばれるボディアーマーを2006年に開発し、全軍に配備していた。しかし、MTV は防御力が高い反面、重量が重いため、アフガニスタンのような戦場における山岳戦では、兵士の疲労の増大や、機動性の低下等の欠点を抱えていた。実際に、海兵隊員の間からは、重すぎて、非実用的で機動性に欠ける、熱がこもり厚すぎる。 その構成が複雑等の苦情が発生していた。そのような問題を解決するために急遽開発されたのがこの SPC である。SPC は、いわゆるプレートキャリアであり、防御範囲が MTV に劣るものの軽量であるため兵士の機動性を損なわないという利点がある。SPC の配備後は MTV と SPC の2種類が 用途に応じて使い分けられるようになり、こうした問題は解消されるようになった。後に、アメリカ陸軍でも高重量のヨーテブと軽量な SPCS の併用方式が採用されている。防御力に関しては、対破片、拳銃弾用のソフトアーマーの面積が MTV に比べて減少しているが、対小銃弾用のサピに関しては、MTV と同じく正面、背面、 脇腹に挿入可能な設計になっており、アメリカ海兵隊が規定しているアーマープロテクションレベルズと呼ばれるボディアーマーの防護状況のレベル3にまで対応している。各種ポーチ、装具の取り付けにはアーマーの前面に装着されたパルズを使用する設計になっているが、アーマー自体の面積が減少した関係で装着可能なポーチの数は減少している。 前面上部のパルズはテープの縦縫いの間隔が上下でずれているためポーチの取り付け位置の自由度が向上している。股間、素形部を守るグロインアーマーについては付属していないが MTV 用のものを取り付けできるように設計されているため多くの兵士がグロインアーマーを装着して使用している。改良型の S プックも開発されたが現在では後継の PC によって更新されている。松原隆米軍完全装備カタログ開閉大変、ワールドフォートプレス2015年8月27日初版発行、P13、エスタブリッシュメントオブボディーアーマープロテクションレベルズ。2015年12月30日閲覧。ありがとうございます。